文化の発展に伴い建築は洗練を目指す。この具体的な、傾向で言いますと柱付属の。でこれはもうそれが極限まで。これはカボソイですね。だからさっきの吉野家のようなあの無太い大黒柱っていうのは文化的に言うと嫌われる。でも農家だからいいんです。こういうやっぱり宣伝の家庭の味は人や社長だと思うので、どんどんこう嫌われるというか、要するに宣伝の一つの、尺度というか、あの分かりやすく言うと無理をする、無理をして、要するに建築をどう持たせるかという、そういうところが、それを隠す方向に、だから天井を持たせる、それがまず、ね。